い、私です。エーペックスパスファインダーでやるんですけど、結構ね熱い試合、熱い試合って言ってもランクマじゃないんだけどね、そんな入り浸ってないし、ランクマでもね、この始まりからちょっと熱いんで、いいプレーもそこそこあったし、この最後はダメだね、ディフェンスがまるで出てきたので、そしてここちょっとかっこよかったよ。敵倒そうと思う、倒せと思うのよ。ショットガンのドラムマガジンやつだったから、ドラムマガジンやつだったからさ、こういうのって結局勝負は時の運じゃん。だからいいんですって、こうやってあるよって偽善者アピールして、でアイテム作ってって感じですわ。回復もしつつ、なるべくカットカットしたんだけど、どうしても10分超えますね、バトラーは。で、マービン。ブルブルブル。もうご愛嬌だよね。まあ、センチネルは、この間調子良かったんで使ってみたんですけど、まあ、ぼちぼちですわね。他のスナイパー何やるっけ、ロング棒とかトリプルデックとかもう点でダメなんだよ。あ、これね2人倒し抜いてたっぽいです。75ダメージ、50ダメージくらいで一気に120入って、でまあシールドレベルアップしてラッキーって感じかね。バットソンがめっちゃ詰めてるんで、遅れないようにこうやって敵を下がらせつつ出たいという感じだね。これ入れないあたりもうダメよあんな3倍センチの時ほど当たんないんでね、普通は。バッグも小さくてシュートを背であんま持ち入れてないし、こうやって標的いっぱいいたらもう目移りしちゃいますわ。全く集中できない。ほらもう打っただけ外してます、正直です。全部外す。まあちょっとね、私 COD から FPS 対戦 FPS 始めた勢なんで、結構併用やってるよとかと違って前に出ちゃう、こうやって、まあ、これはレブナントウルトだったからだけど、上位置取ってやいいじゃんって時に前出ちゃってやられたりとか、有利ポジションなのにわざわざそれを手放していくスタイルが未だにあって、なかなか抜けないですね。結局スズメの踊り100まで忘れずといますから、まあ、覚えちゃったことはね、どんだけ年取っても覚えてるよねっていう。自転車の乗り方とかね、そうそう忘れるんでしょうね、一回乗れちゃうと。まあそういう感じですよ。この時点でダメージは600、こんなん気にしてないけどな、気にできるほど上手くないし、まあ出たら出た分だけ死ぬんでね、私は。もうこうやってこのフリコグラップリングクリアリングフリッコグラップルクリアリングだからペンデュラムだよね。ペンデュラムグラップクリアリング、もうやめとこうか全然肩にはまんなかったわ。でも味方のシールドはいいよね、みんな紫で、ね、まあ打ち合った時にも強そうな感じ でここら辺で武器変えるんじゃなかったかな、ハーボックを。出だし好調ハーボックだけど、もうね、遠距離がとにかく、序盤でも変数できてなかったけど、あれ以上距離焼くと、まるで、コントロールできないので、ここちょっとピンチだね、レブロンとやられて、
グレーもミスってるし、重いね、味方がカバーしてくれてやっつけられた。でもこれやばいやばい、2人味方が、ね、横にいてくれたおかげで狙いがこう、あ、どっちどっちどっちって奥田もなったと思うんだよね、敵の。だからここ生き延びました。ここはまあラッキーよ。こういう、まあ、ランクマじゃないんでね、まあ、ランクマでもこういう時何回かあるしと思うし、知らんけどね。ここ1ヶ月くらい行ってないけど、ランクマ。これ今さっきヘルメットゴールド取ったけど、他のレブナントとかね、あげた方が良かったかなって思いつつ、センチネルボルトと交換。こっから縁もね、縮まっていくし、遠距離の場面ないかなと思ったら、優柔不断が出ちゃうよね。と思ったら、優柔不断ってもう字幕で入れてたわ、自分で。何入れたかしらね、字幕。まあ、いっか。この、救急アイテムとかの使用は、基本的にカットしてるけど、どうしても12分とかいっちゃうんだね。でも、これ自分のプレイに物を申すっていうか、ダメだなってこう、何限定ですけど、G7 じゃなくてボルトにマズルブレーキつけた方がよくない？まあ、狙えば紫も取れるんだよっていう。もう青で回復アイテム狙った方が良かったのか、もうそこもわかんない。一応園内なのでここでつばぜりやって感じでね、悩みしてるうちにみんなチームが赤盾赤シールドレベル5もでかいよね、かなり有利で、もうフラフラしちゃうんですよね。私はこうやって後ろチェックしてるっていう気持ちではいるんだけど、いざっていう時にないパターンがたまにありますね。で誰かがリングイン、見たとこ2人しかいないってことは1人どっかいるのか。バンガロールの煙が出かけて、ここアシストもらいましたという感じですね。キルスティールなのかな、マナイアンなのかな。お前落ちたらなるじゃん、この。うわ、なんでそいつ絶対俺のキルやんみたいな、私の何クリップに入る予定のやつをなんで横から出てきてキルスティールするっていうやつなのかな、これは。でもしゃあないよね、エペックスに関しては。ほんとこのワンプレイで即死とかあるし、オーバーウォッチはもっとこう見せる FPS 感あるじゃないですか。私の中で Apex はもう泥臭く勝てばいいっていうとこあるから、分かんないね。2000ダメージいきそうやったらいいけど、この野郎って怒られる時もあるのでしょうかね。今のところそういうメッセージとか届いてないけど、あれありそうだな、そういうマナー。人のキル取るんだろうね。もうしゃあないよね。この、今出たね、ペンデュラム。ナイストライって入れてますわ。で、この、走って駆け降りる時の滑稽なこと。で、あ、こっちも行けるじゃん。でただ、実は縁がやばい、これ。全く気づいてない。なぜなら余裕がないから。これを打ち抜く余裕はまだあってよかったね。見ても分かんないように、ただリング収縮4個目だから割と食らう。果たして間に合うのか。これもちょっとミスってるよね、角度。今度はいたというね、これは危なかった。バリンに割ってここでシールドバッテリーを持ってたという、なんたる強行。
ちゃっかりしてるだろってね、あの時撮ってたのさ。これはでかいね。これ本当にでかい。ただ使い方が下手よ絶対。もうちょっとマシなあれがあるんだろうけど、感覚とかね。このヘリカだよ、 15% ぐらい減るもんね。でも一瞬で死んでたよって感じでさ。これもね、ズボーン、トリプルテイクもうなんていうのこれ、神間一発か。でここね、相手もちょい外しやったんやけど、わーっていうね、悔しい。でも間一発、これも助けてくれる、ありがとうって。もうフッて言っちゃってんじゃん、プレイ中の私も。まさかのトリプルテイク。トリプルテイク最近全然使ってないんだけど、強いのかね。なんかあんなギリ外したらもう私やられるって時によく抜いてくれたね、ありがとう。で今金マガジンの効果で流動してたんだけど、ティキャって振り向いてたね。であのピースキーパーをゲッチュ。ピースキーパーイン、G7 アウトだね。弾もなかったんで。でこの1倍2倍火炎が使いやすいから、ここに火炎の余裕も見せる。さあ後ろにいる、残り2部隊だから相手1チームだけ。これ割と当てたわ、我ながら。普段ね、当たって3発かな。これはでもその分ダメだったね。ここもやっぱりフックで何、縦軸にの移動が入ると分かりづらいのかね、敵は当てづらい、そういう気がします。で私がこう悠長に回復している間もカバーしてくれて、こう緊迫感あるんでね、カットしなかったけど。じゃあこれ両サイドから来て、ダメよ、もう死んでるよ。ズボンヘッドショットかな、何発か狙ってるか。これもギリッチョになったからこそ、こいつラストかと思いきや、まだいった。さあっていう、危ねって言ってるからギリ勝ったっていう試合ですよ、ね、というわけで APEX 後付けだったけど、まあよかったんじゃない。ね、見せ場あったでしょ、何個か。うん。では、今回はここまで。ありがとうございました。私でした。